ラ・ガリソニエールは、フランス海軍の艦艇。ラ・ガリソニエール級装甲艦の一隻。1868年6月22日に起工。1872年5月7日進水。1874年4月20日に海上公務が開始され、1874年7月18日に就役した。ラ・ガリソニエールは1874年5月16日にプリゴット少将が指揮する太平洋戦隊の旗艦となった。スエズ運河を通過し、世界一周をして1877年3月19日にブレストに戻り、予備役となった。1878年8月15日に再就役し、10月6日にペイロン少将が指揮するカリブ戦隊の旗艦となった。2年後、ラ・ガリソニエールはシェルブールへ向かい、1880年5月13日に予備役となった。1881年5月27日、ラ・ガリソニエールはアルフレッド・コンラッド少将が指揮するレバント戦隊の旗艦となった。フランスのチュニジア侵攻の際、ラ・ガリソニエールは1881年7月にスファックスを砲撃した。1882年のイギリス艦隊によるアレクサンドリア砲撃の直前、ラ・ガリソニエールはアレクサンドリアに停泊していた。1883年中、ラ・ガリソニエールは地中海に泊まった。ラ・ガリソニエールは1884年4月に巡洋警官のビクトリーズに代わってアメデクール・ベチュージョが指揮する極東戦隊の旗艦となった。神仏戦争においてラ・ガリソニエールは馬降沖海戦に参加し、1884年10月の淡水の戦いでは上陸部隊を運んだ。それ以降の戦争中のラ・ガリソニエールの動向は不明である。1886年2月にフランスへの帰還を命じられ、シェルブールで継戦された後、1894年12月24日に廃棄処分となった。ありがとうございます。